もありがとうございます。滝本復興堂小林です。榎本です。よろしくお願いします。はい、最近ですね、多数コメントいただいておって、はい、本当に感謝しております。はい、今後ともコメント何かありましたら、はい、何でもいいんで送ってくださいませ。よろしくお願いしま す。はい、そしたら今日の質問いかさせていただきます。はい、過去帳は仏壇のどこに飾ったらいいのと。はい、で今まで特に気にしていなかったんですが、過去帳は仏壇のどこに置くのがいいのでしょうか。家族に聞いてもよくわからないのでという質問が来ております。はい、はい、まあ、過去帳ですよね。とりあえず過去帳ですよね。はい、過去帳はまあこういう感じですよね。はい、はい、こうやってピラピラピラと蛇腹のようにね開けてもらうんですけど、ね、ですね、はい、で日めくりに、日めくりに、あ、だから1日から31日、はい、になってます。でこの例えば4日のとか、はい、どうか、どういうこと、要はこの4日に亡くなられた方の俗名ですよね、生前のお名前であり、まあ、浄土真宗様でいうと法名ですね、法名、あの世の名前ですよね、とかと年齢とか亡くなった日、まあ、何月とかいりますよね。そういったのをここに書き留めると。なるほど、そういうふうに記録を残していくというものなんですが、はい、それが過去帳です。でこれをどこに置くかという質問なんでございますね。はい、はい、でちょっとね、仏壇チャンネルと、ありがとうございます。最近ちょっとずつ凝ってきてますからね大丈夫ですか。ちょっとお願いします。はい、で先ほどの同じ話ですが、はい、過去帳というのは家族の、まあ、記録帳になると、はい、いうことですね。でお位牌とは違います。あ、そうですね、ですからこのお位牌にはあの魂を入ると言われておりますが、過去帳に関しては先ほどの家族の記録帳ということですから、魂の方は過去帳には入っておりません。はい、そこを踏まえた上で、お位牌みたいに定位置、決まった位置は置く場所はないんですね。決まってないですね。はい、ないです。はい、ただこの定位置がなしといえど、一番上ご本尊様がいらっしゃるところには過去帳は置かないでください。一番上の女子壇のところには置かないと。置かないようにしてください。はい、まあ、一番上には置かない。で、過去帳はこう日めくりになってますから、あんまり上の方に置いてしまうとめくれないじゃないですか。確かにね、はい、やりにくいですよね。ですからお仏壇の一番下の段に置いていただいて、頻繁にこうめくれるようにしておくのがおすすめかなと思いますね。そのめくりやすい場所に置くと、はい、一番下はそれが、はいはい、であの仕事柄お仏壇のお届けもしてますが、あとあといろいろ話聞いてたら、やっぱり一番下の段に置いてこうやってピラピラめくっている人も多いので、そうですね、その場所に置かれる方が使いやすいのかな。使いやすいですね。はい、思いますね。なるほど。はい、まあ、ですから過去帳というのは特に置く場所っていうのはここここここっていうのは決めつけなくて結構ですから、やりやすい場所にと、まあ、あのお祭りしていただければと思います。ありがとうございます。はい、本日はどうもありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。